はい、こんにちは。バーテンダーの前原です。はい、今日はですね、これから、何十時間かかけて海外に行きたいなと思いますね。はい。ここにエイシン君とうちの奥さんのパッキングしたものがあるんですね。うん。パパがパッキングしたやつは、お父チャンネルで公開中ですので、それ見てみてくださいね。はい。はい、じゃあここからどれくらいかかるんだろうね。うん。iPhone のタイマー、家出るときにオンにして、どれぐらいになるか見てみましょう。はい。はい、じゃあ早速行こう。うん。はい、これだね、うん、ストップウォッチですね。これで解消してください。せーの、ポン。さあ、どれくらいかかるかな。よいしょ、かかるじゃん。ちょっと全然かかる。はい、ということで成田空港到着しました。さっきチェックイン済ませて、うん、荷物も預けましたんで、これから保安検査場、あと出国だね、うん、行きましょう。ういそれで今日の便がね、4時半から5時5分にね、うん、ちょっと遅れるんだって。なんで、うん、ちょっと時間が余ってるんで、ラウンジでも行きましょうかね。はい、はい、そこでちょっと休憩しましょう、うん、今回はね、デルタ航空なんで、このスカイクラブのラウンジ行きましょう、うん。唐揚げ丼プラスコーラゼロ。唐揚げ丼、うん、唐揚げ丼あったの。うん、唐揚げ丼というか、ご飯に唐揚げ乗せ。なんだもう。なんかね、食べるすき焼きってのがあった。ん、食べるすき焼き、ね、ふりかけみたいになってるんだけど。あっ、あははは、あははは、うまっ、うまっ。はい、ということで搭乗時間になりましたんで、これから飛行機乗りましょうか。今ね、3時間6分経過したね、家出てね。まだまだだね。そうだね。はい、ではエイシン君、乗り込みますぜ、うん、はい、38列目だって。はい、エイシン君、機内乗り込みました。はい、ここから何時間だっけ、何時間だか、11時間ぐらいかな、もっとかな。アトランタ向けて出発します。コンコース F にいるので A に移動します。デルタのラウンジで休憩中です。パパはね、ちょっとギリギリなんで、何も食べたり飲んだりするのやめときます。うまい。面白いね、この椅子ね、一人用だね。
ちなみに今家を出て17時間経ったんだな。まだもうちょっとかかるからね結構まだまだかかりそうだね。はい、今ねアトランタの時間はこれです。6時15分ぐらいだね。日本はあったよ。これ朝の7時15分ぐらいだね。なんで徹夜してる感じかな。そうだね。まあ、えちゃんは寝たけどね。はい、じゃあ乗り込みますよ。はい、乗り換え乗り込みです。はい、乗り込みました。これからポーランドに向けて出発します。はい、ということでポーランド到着しました。パパ寝れたよ。よかった。寝てたけどすげえゲリゲリが止まんない。で、ちょっと暑いねけど、モノレール乗ってもう一個のターミナルに行って、で預け荷物受け取ってからレンタカー借りて今日のホテルに行きましょう。はい、いつものところAちゃん、いつものフロリダ来ました。フロリダだ。レンタカー待ちです、うん、ここね、アラモレンタカーです。外ぬるいね。じとじとしてね。レンタカーを選びに行きます。ミッドサイズってやつ借りたよ。じゃあこのシボレにしようよ。これにしましょう。いい、ね、はい、かっこいい。これカープレイない？ないかも。カープレイ あるほら USB があるから。本当だ。うん、これつなげれば iPhone と多分接続できると思う。やった。はい、ホテル到着しました。エシー君は車でちょっと寝てましたね。はい、お部屋行こう。はい、11階だって。うん、いいね。15階まであるのかな。うん、そうだね。え、じゃあ、スタバの広告が。すげえ音だな。着いた。うわ、すごい高い。泳いでる。いいね。でかい。これだ。行きます。はい。広いじゃん。はい、ということでホテル到着しました。うん、ここにね6泊しますね。うん、はい。ここからディズニーワールドは。20分ぐらいかな。割と近いところなんで、今回は何回か2回かな結構少ないんだけど、あとウォーターパーク行くと思うんだけどね、あんまり行かないんだけど時間楽しんでいきましょう。はい、ということで、どれくらいかかったかな。あ、21時間45分。21時間45分15秒ぐらいかな。じゃあストップします。はい、21時間45分かかりました。ドアとドアでね。結構かかったね。うん、ほぼほぼ1日だ。そうだね。はい、そんなわけで、今日はですね、ドアとドアでどれぐらいかかるかなと思ってやってみたんですけど、うん、よかったね。そうだね。疲れた。もう特にパパなんかちょっと調子悪かったからさ、ずっとゲリゲリだったからきつかったよ。僕はもうすごいお腹が空いています。そうですか。
じゃあこの後ちょっと買いに行きましょう、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画いつもっとコン出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます、バイバーイ。